伊原西閣は、江戸時代の大阪の浮世像師、人形浄流璃作者、徘徊師。別号は、各栄、二万王、西方公職一大男をはじめとする浮世像師の作者として知られる、断林派を代表する徘徊師でもあった。伊原西閣像関栄19年頃、和歌山、中津村に生まれ、15歳頃から徘徊師を志し、 ダンディン派を代表する徘徊主として名を成した。一昼夜の間にホックを作る数を競う、夜ず徘徊の創始を誇り、また、それを得意とした。その奇怯な工夫から、オランダ流と称される。天那2年に、公職一大男を出版し、公表を終え、その後様々なジャンルの作品を出版。従来の金蔵師とは一線を画するものとして、現在では、以後の作品を、 浮世造紙と区別している。元禄六年没。代表作は、一大男の他に、公職五人女、日本永太蔵、ら、世間宗残用など。また代表的なホックは、長持ちに春隠れゆく衣替え、タイは、花は見ぬさともあり今日の月み晦日定めなき夜の、定かな浮世の月見過ごしに蹴り末つ二年などがある。官営十九年頃、和歌山、中津村に生まれる。 本名を平山東保という説があるが、定かではない。伊原西閣区京都市中京区二条寺町一中屋独銀四千区を成し遂げた生国魂神社明暦二年、十五歳で徘徊を志した。漢文二年には徘徊の天舎として立っていた。天文の西村長愛市線、遠近州に見える三区が現在残る西閣区の初見で、その時の号は閣営。 遠方元年春、大阪、生国魂神社の南房で、バンク廃会の興業をし、後日、幾玉バンクとして出版。この次女に、横ぞつてにごれり、我が一人清尻、静も、教区を吐けば、世人オランダ流など寂して、かのバンクの数にも除かれぬ、雀の千声ずるの一世と、自らの神風を強調。西山総員のかばしら百区に先立つこと一年。 団林徘徊成立の記念碑的作品と見る見方もある。また、その工業のシッ者を見ると、総員の影が濃く、すでにし、総員と出会っていた可能性が高い。再覚号が、翌年正月の最短北州に初めて見える。遠方3年、34歳の時に妻を亡くし先区の水前工業、後に徘徊独銀1日先区と大し出版。 大阪廃団の重鎮の多くを含む105名の廃徊師の追前区も載せる。同年に停発し、発体になっている。遠方5年、1677年3月、大阪、生国魂神社で一昼夜1600区、独銀工業し、5月に、それを廃徊大工数と題して刊行。序文にて、今また、廃徊の大工数発で、我が口病子に任せと。 やかず徘徊の創始を主張し、その日数百人の練習耳を潰してと自慢着に語ったが、9月に月松県のりこが1800区の独銀工業で、その記録を抜く。しかも、翌年、徘徊大安1800院と題して刊行されたが、点を加えた館の国交聖画所で再格を、日に来るような物言いをする。翌遠方7年、大淀3000風が、 独銀三千句を達成し、仙台大屋数として出版。その抜群に再覚は、のりこ千八百は、いざ白波の跡方もなきことぞかし、その上かかる大分の者、執筆もなく、半者もなし、誠に不都合の達者だて、とのりこの一中夜独銀に疑いをかけ、なかなか構成などの口拍子にては、大徘徊は、及ぶことにてあらずと返す刀で構成をも切る。 遠方8年5月7日に、生国魂神社内で4000区独銀を成就。翌年4月に、再格を安うと題して刊行。上京元年には、摂津住吉の社前で一昼夜2万3500区の独銀、囲碁時に2万王,王と自称。天羅2年10月、浮世蔵氏の第一作、公職一大男を出版。いた下は再銀、差し絵は再格。 好評だったのか、板を重ね、また翌々年には挿絵を、岸川諸信に描いた、江戸板も出版。上京三年には、諸信の絵本仕立てにした、山和への根源と、公職世話絵づくしも刊行された。さらに、一大男の一場面が描かれた、役者絵が残っていることから、歌舞伎に仕組まれたこともあるようである。以後、後に、一大男と共に公職物とくくられる。 初演体感、公職5人女、公職1代女が立て続けに書かれるが、それから方向転換して、いわゆる雑話物や仏家物と呼ばれるジャンルのものに手を染めるようになる。この変化から公職本の禁令が出たのではないかという考えもあるが、色里と参世帯や公職清水器また遺構の西閣き土産など、 公職物は書き続けられているので、その説は信じがたく、またそのような禁令があったという証拠も存在しない。天羅三年正月、役者評判記、南馬の顔は、伊勢のおろいを刊行。状況を二年には上小読暦を作る。この作品は、浄瑠璃太夫の宇治加賀城のために書かれたもので、自分の元を飛び出し、道頓堀に竹本座をやぐら上げした。 竹本義太夫を潰すために、京都から一座を引き連れて乗り込んだ、加賀城が西閣に依頼した作品。敗北した加賀城は、さらなる新作を依頼し、西閣は、外人屋島をもって答え、対する義太夫側は、当時まだ駆け出しの近松門左衛門の新作、出世、過激世で対抗。今度は、加賀城側に文があったが、3月24日に、火事に遭い帰郷したという。 この道頓森共演については、西沢一風の、今若三沢年代記に記されている。なお、歌舞伎式表林に、多くの狂言作者には西閣、杉三安、足立三郎左衛門、金子吉右衛門等ありといえどもとある。これについては西閣による歌舞伎台本が残っておらず、また百年後の資料なので扱いは難しいが、現存する文献証拠で推測される以上に、 演劇界と深い関わりを持っていた可能性は十分に存在する。しかし、竹内玄玄一、配下貴人団にある近松が、再格門だという言い伝えは信じがたい。再格の墓玄禄 6, 6年8月10日に再格は、没死、西願寺に葬られた。法名は、千、明ら再格神事寺の日敗と合敗との記載に、 槍リ町朝小受験、イ原ラサ五十クとあり、南バス詰めに記された槍リ町で亡くなったことがわかる。同年冬に、異行集として、サ角をきつちさんが出版される。口絵にサ角の肖像を載せるが、そこには、自世、人間五十年の、極むり、それさえ、我にはあまりたるに、ましてやと、言葉書きした、浮世の月見過ごしに蹴り待つ年の句がある。 移行集の出版は翌年以後も続き、折り織留め、西閣俗連れ連れ、西閣文保護、西閣名残の友が出版された。名残の友の奥には、筆倉という書の予告がされているが、それは刊行されなかったらしい。北条断水が中心となって模様した西閣の十三回帰河川をのした心場の断水による新用著は、おそらく西閣の電気の最初で、 説の何和の三、西山梅の門、四に、やかず徘徊と、称する乱章派三角に、散りける、上京元年六月五日節の住吉の神前におて、三角また一日一世の独銀二万三千五百種を、章手、元禄六年八月十日浮世の月の句を、章手が前として用実などとある。目を引くのは、かつあまり力の非戦術の和書八十余部という、箇所で、 この、八十は丸辺は、実数ではなく、多数程度の意味だろうが、三角の関わった書物が多く失われただろうことを、思わせる。また、湖梅の追善句言葉書きの、下古なれは飲酒の句を抜かれてを見るに、三角は飲めなかったようである。幾玉バンクの次女に、世人オランダ流など寂してとあり、定門廃人、中島随流は、廃海派者検証で、西山総員を、 コウモリウの長本、西郭を、オランダ西郭と南寺、同じ断輪の大谷市中は、徘徊派邪剣商返答で、市電を背いていると非難。松江正しは、徘徊、熊坂で、バサレクの大将とそしたように西郭は多く、批判されたが、それはむしろ当時の断輪派での、また徘徊での西郭の存在の大きさを称する。ただ、西郭は、オランダ流という言葉が気に入ったのか、 徘徊洞骨の女に、ここにアランダ流の早船を浮かめ、三鉄林の女に、オランダ流といえる徘徊は、その姿優れて気高く、心深くし新しくなどと言っている。また、西国船の見花月に乗る西国と西角の両銀では、西国の桜は花、オランダ流とは何をもってというホックに、西角が日本に、梅沖なその枝の梅とつけ、オランダ流の幹に、 創院を位置づける。との二式が、再格母壺に書いた、元禄太平記の、写本領にて迷惑に、孔には、再格存上の時、池野や次郎衛門より、公職浮を焼くという創始を六冊に頼まれ、未だ写本を一巻も渡さずして、全銀三百文目借り、五日の間に、南の色茶や木屋の先地が、ところ合打込み、その後池野屋より、写本を最速するに、 いついつは出かして、渡すオフ。これこれの日は、拉致が悪よしを契約する。その日になりて、受け取りんといえば、少しさはることがありで、そう案をし直すによって思いのほか隙を取る。当月中には、拉致が民と、間に合いの方便ばかり言うて、半年ほど引きら布内に、彩画この世を去り、と、彩画が原稿料を前借りして踏み倒したという、ゴシップが乗るが、 との二式という人物は信用するのは固く、また再覚への対抗意識が強い人でもあったので、この話自体はまあゆつば。ただ、当時の資料で原稿料については他には見えず、また通俗作家に限っても原稿料がある。程度一般化するのは百年後なので、前借りは作り話であるとしても、考量をもらっていたとすれば、再覚はかなりの人気作家であったということになる。同時代では、 有名人であり、人気のある作者であったが、江戸末期には才覚は忘れられていた。明治以後の才覚再評価は、淡島関月に始まる。彼の明治10年前後によると、関月は、山、東京伝の交渉本、骨董集を読み、才覚に興味を抱き、古本をすなどって、高田露伴、小崎紅葉などに紹介したという。当時、 山田美妙や双葉亭氏名によって推し進められていた原文一致体の文章への違和感もあり、航路の二人や樋口一葉などは、西角町の和族折衷文体の小説を発表した。明治三十年代は、ロマン主義の流星に伴い埋没するが、自然主義文学が起こる中で、三度注目を浴びる。例えば、島村方月は、再閣の思想は、多くの点において、 帰って近代洋州の文芸に見えたる思想と、設置する。個人性の赤爆、感情の不満、快楽性の悲哀、これ合わしながら闇型き人生の真相であると、また田山課隊は、馬金の廃止滅び、近松の人情物ぶたれ、十九、三馬の滑稽者は帰り見るもののない今の時に、通つて、最格の作品に、自然派の面影を発見するのは、 意味の深いことではないであらうかといったように、航路一葉の時代は主に三角の文体が注目されていたが、この時代になると自然主義に寄せつつ、その描写や思想的側面に注目が集まるようになった。森先造は、浮世像史の中で三角作品として扱われているもののうち実際に三角が書いたのは公職一代男ただ一つであり。 それ以外は、細核が関与したに過ぎない作品、または細核に偽して書かれただけで関与もしていない作品だと主張した。古くは、高田露伴が、本朝桜影肘に、明治時代の国文学者である、藤岡東保が、万の文保護に疑いを挟んでいるが、森は、細核作品とされるものすべてを素状に載せ、主に使用語句の検討から、公職一大男以外を、 再核作品として認められないとしている。森が再核関与作品とするのは以下の21作品である。また定本再核全集収録のうち、爆技再核作品と考えるのは以下の作品である。21作品に共通する五句が一大男には見出されないことを端緒として疑いを持ち、それらの五句が再角文化の北条断水の作品である。 中野用人記や日本新兵隊像には次々と見出されることから、それらは断水が主に関わった作品であると考える。この使用語句についての検討は、再核本草校の初演体関与語句校などに詳しいが、簡単に言えば、関与作品には共通して弦学趣味があり、こなれぬ単語や流行語などを用いている。その上で森は、 文の質まで筆を進め、一代男は、徘徊趣味に基づく趣旨のある精神発落な、三文詩だと絶賛する一方、そのあまりの作品は、悪文、節裂、月並み、上等、ぎっこちない、死んでいる、死の精神を書いた、粗雑、単なる三文、不別壁、誇り明る癖などと罵倒。しかし、それらの作品の中でも光る部分については、再格の手柄にしている。 森はさらに作品の思想的部分にも触れ、関与作品の道徳的趣味の強さは、一大男を、もって道徳から隔絶した文学を創始した才覚と、矛盾するとも言う。森先造説は、近世文学研究者の間ではほとんど無視されており、新編、才覚全集、決定版大役才覚全集でも採用されていない。才覚作品を七品種及び五種類の助動詞で、 主成分分析した結果、三角本、浮世造紙ともに三角作品を明確に区別することはできず、公職一代男だけを三角の作品とする。森説は、計量的には裏付けられないとの指摘があり、移行集についても、万の文保護以外は三角によって執筆された、可能性が高いとされるなど、統計学に基づく、森説への反証がなされている。 伊原ラ・鶴作品一覧、サ鶴一大女の、ワンシーン、伊藤梅雨の、見聞断草巻録に、平山東吾という町人という記述があるが、他には見えないので、本名か田かは不詳。浮世創始目録状況を三平とらどし、サイが長文有権の筆になりし、公職本は、流行その曲に達し、沖縄最得意の全盛期なりしに、 本年ついに公職本差し止めの例は道路の有志より下されぬ、土橋創上日記、27コマ、上野牧井原再閣、近代月作者のいつなる、近松門左衛門は、この門に譲るといい、伝府、青空文庫、また、文句も暗雑話に収録されている。島村宝月、淡島寛月、水谷不等、徳田修正、五人女合表 早稲田文学明治39年12月号。田山家対、再覚について、陰気つぼ書集。再覚と、再覚本、井原再覚、中村幸彦他編、森先蔵著作集続編第四巻人物編四、中央公論者、1993年初集。谷沢栄一、執筆論、上坂彩香、村上正勝、再覚作品の文章分析。 先行研究の軽量文献学的検証、研究報告人文科学とコンピュータ第2巻、第2011号、情報処理学会、1999年4月、1から7ページ。再拡技予想史の文章に関する、数量的研究、移行集を中心とした著者の検討情報、処理学会、www.ipsj.or.jp。 2020年10月29日閲覧、ありがとうございます。